Hello again. Thank you for watching this tube. Thank you. Thank you for coming today. All right. So today I have a guest from my friends, Tomokichi. His name is Tomokichi. Hey, can you hear me? Yahoo! Nice! Hey, Tomokichi. Tomokichi, 昨日のカラオケ楽しかったね。楽しかったね。やばいね、でも。昨日の夜はあんなに遅くまで一緒にカラオケしてて、朝もこんなに朝からライブしてて、どんだけ仲良しだよって感じですけれども。まあ、一緒にいつもね。それな。まあ、仲良く遊んでくれてありがとう。ありがとうもろこしです。ということで、はい。さて、今日は、トモキッチが、このレインクーバーと呼ばれてしまうね、雨の多くなるシーズン。今日からね、本当に、まさに雨がスタートしましたね。昨日のおとといからデイライトセービングが始まって、時間もね、1時間、時計がね、戻ってきてるし、さらに雨が今日から降ってきて、結構激しい雨です。この雨の中デートすると、まあ、とりあえず、楽しさがちょっとね、ちょっと若干落ちてしまいがち。で、彼女のテンションを下げないことがポイントなのね。やっぱもしかしたら女の子はハイヒール履いてたりとか、頑張ってね、デートだと思うと、寒いのに、足を生足出してきちゃう子とかもいて、本当に、まず寒くないように暖かいところで、まあ、とりあえずね、まあ、トロントほど寒くはないけど、バンクーバーでぶっちゃけ結構寒いじゃん？雨降るとさ、まあまあ寒め冷えちゃうじゃん？だって濡れるから。で、結構、うん。空もどんよりしてくるし、テンションも若干下がりがち。こんなね、中でどうやったね、テンションを上げていくかってことがポイントなんですけども。まあ、寒いんだけど、彼女を気遣ってあげる優しさみたいなところが、まあ、コーディネートには必要になってくるじゃないですか。で、だけど、まあ、残念ながら、トムキッチーには今、所持金がね、あんまりないし、まあ、30ドルぐらいしかない。いや、所持金。全財産30ドル。もっとあるよ。もっとある。な、how much?200ぐらいは200ドル、OK。2万円ぐらいしかないそうです。正直2万円の中で生活を1ヶ月していかなくちゃいけないワーキングホリデーでね、ちょっとプアな感じなので、彼がいかに、楽しい、だけどお金をかけないで、ハッピーに彼女をできるデートが、コーディネートできるかがポイントです。本当はね、もしお金があったらね、サイエンスワールドだったりとか、ちょっとね、楽しいデートスポットもあるんだけれども、だがしかし、今。サイエンスワールドデートスポットなんだ。おそことってもおすすめよ。雨の日のデートには超いいですよ。デートでもすっごい楽しめる。うん、ガチで楽しめます。大人も子供も楽しめるし、でも今は COVID-19 のせいで予約をしなくちゃいけないし、ちょっとめんどくさいね。年パスを買うと安いんですけど、年間パスを買うお金もないじゃないですか、正直今。年間パス買うほどじゃなくない？年パスでも安いんだよ。100ドルとか200ドルとか、そんな高くはないから。何回も行くなら元は取れるんだけど、今予約しなきゃいけないし、水族館とかサイエンスワールドは全部年パスってて安いのね。年間で行くと。でも、それをする今、そのお金も余裕がないと思うので、忘れてください。そこを一回忘れてください。そして、そういうお金を使わずに行ける楽しいスポット。で、あんまりお金、例えばロッククライミングだとか、なんていうの、ゴーカートだとか、そういうなんかちょっとこうアクティビティ、トランポリンパークとか、全部レーザータグも、なんでもちょっとお金がかかりすぎるよね。で、今の、まあ、僕ちゃんにはお金があんまりないじゃないですか。だから、そこは、いや、まあ、今すごく余裕があるわけじゃない。メイクしすぎ。いや、そういう人が多いと思うのよ。だってワーキングホリデー中ってみんなほら、カツカツだから。だけど、楽しみたいから、じゃあ、どうやったら楽しめるかっていうことで、ジャパコからおすすめ。で、ダウンタウンからちょっと簡単に足伸ばせるところで、あったかいところっていうのを今紹介したいと思います。まあ、一番いいのは、とりあえず、電車乗ってちょっと郊外に行っちゃうこと。そうすると、モールとかがあるから、例えば、リッチモードセンターの、カナダラインの一番ドン付きにあるリッチモードセンターのモールは、まあ、で、カナダライン一本で行けるでしょ。で、メトロタウンまで行く電車に乗って、まあ、一回乗り換えなくちゃいけないけど、メトロタウンに行けば、コマーシャルドライブで乗り換えてメトロタウンまで行けば、駅前にもうドアというドアでモールがあるから、モールでショッピングとかだと、彼女は、まあ、お金使わなくてもウィンドウショッピングでそこそこ楽しめるじゃない？まあ、なんか女の子はやっぱショッピングとかスパとか、まあなんかちょっと、あんまね、ぶっちゃけ人にもよるけど、映画とか美術館とかに行っちゃうと、あんまりなっていう子もいるから、テンションが、
買い物が嫌いって女の子以外は、多分モールに連れてっておけば、とりあえずつかみは OK だと思います。1回目のデートだとしたら、まあ、雨の日のデートはモールに行っとけっていうのが私のおすすめですね。でも、モールって言っても、その、ウエストバンクーバーにあるパークロイヤルなんかに行っちゃうと、雨の中ちょっとこう、モールとモールの間を移動したりとか、アウトレットもそうだけど、ちょっと雨の中はバッドなのね。なので、やっぱり、リッチモンドセンターか、まあ、アバディーンセンター、もしくは、まあ、ランズダウンモール。リッチモンド方面だったら3つモールがあるから飽きちゃっても、はしごができるよね。で、まあ、メトロタウンモールとかタウン、ローヒードタウンモールって、バーナビーの方面に行くと、コキトラムとかの方にもいっぱいモールがあるから、そっちのモールも、うん、おすすめ。で、まあ、今日は、でも、とりあえず、ファーストデートということなので、私的には、リッチモンドセンターモールをおすすめします。今日、リッチモンド全部くぐるっちゃうんだよね。そしたら予定。ああ、今日なんか夜、夕方に予定があるのか。そう。夕方にやって、うん、そうね。だったら1時からデート、あ、次回とか。じゃあ次回はね、あ、次回それやろうよっていう話をして、次回も次回も約束するのはとってもよい。今、ワン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 ナウなので、多分 1PM からデートだから、そして夕方に予定があるんだったら、じゃあパシフィックセンターモールとフォルトレーフェンモールあたりをちょっと行くのぐらいでちょうどいいかもしれない。パシフィックセンター、グランビルステーションのところにあるのがパシフィックセンターでしょ。そのまま、ウォーターフロントの方にグランビルを降りていくと、もう一個フォルトレフューっていう、繋がってるモールがあるじゃない？そうなんだ。うん、ああ、そうだ。セフォーラーが入ってるところから、その先の方にどんどんもうちょっと下っていくと、なんていうのかな、カナダグースとかのジャケット売ってたりとか、ちょっとファンシーすぎるんだけど、買えないよ。買えない。何も買えるものはないけど、高級。グランビルアイランドのさ、うん。駅からそのまま地下で行けんだっけ、パシフィックセンターって。グランビルアイランドの駅じゃなくて、グランビルステーションの駅から行ける。グランビルステーション。うんうん。バンクーバー、TD バンクあるじゃん。ロンドンドラッグと TD バンクの交差点のところからちょうど降りて行けるぐらいのところだから、うん、駅からも、下からも行ける。うん、駅からも行ける。全部繋がってる。地下が全部繋がってて、もっと言うと、オールドネイビーのところから入って、ディズニーストアのあたりから入っていくと、ほぼ濡れないので、うん、だからディズニーストアあたりで待ち合わせするといいかもしれない。ただ、ディズニーストアは、うん、地下なのね。ディズニーストアは地下で圏外だから、オールドネイビーで待ち合わせがおすすめかな。オールドネイビーだったら彼女迷わないし、ローブソンとグランビルじゃなくて、グランビル。ローブソンとグランビルの交差点のここのところにオールドネイビーがあって、オールドネイビーの向かい側に、パシフィックセンターの入り口っていうか、新しい、デパートができてるじゃない？デパート。デパートの地下から入れるよ。今日ね、この駅集合なんだよね、グランビル。あ、駅集合ね。じゃあ、オッケー。駅からでもオッケーだよ。でも、ディズニーストアは絶対おすすめ。ディズニーが好きな友キッチンにぴったりなの。じゃあ、ディズニーストアで多分1時間ぐらいはお腹いっぱいになれちゃうよ。うん。そして、ディズニーストアとアップルストアと、Google の、とか、マイクロソフトのストアとかで、ああいうところでちょっとデバイスとかを、なんかちょっとふざけて遊んだりとかするだけでも結構時間が持つし、で、ブラブラ、ウォーターフロントの方までどんどん進んでいくと、もう、なんていうか、あっという間に2、3時間で、まあ疲れたらフードコートでご飯食べて、雨の日に濡れずに、彼女とそのまま、ペンダーストリートとか、ヘイスティングストリートの方まで進めます。OK？ なるほどね。ルート的にはまっすぐ行くだけでイージーでしょ？だから、駅で会って、地下降りて、ちょっと戻ってディズニーストア。そしてまた戻って、そのままずん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 パシフィックセンターの方ずんずん行って、フォルトレーフ抜けて、どんどん行って、ダンスミュアストリートぐらいまで行って、そっから、坂を降りるだけで、ヘイスティングとかまで行けちゃう。ペンダーヘイスティング。で、ウォーターフロントステーション。そんな感じの道取りですよ。わかりましたか？いいね、で、そっからウーバー頼んで、いろいろ行ったりとかもできるしね。あ、ウーバーとか頼むんだったらね。でも、まあ、全然行かなくても行けるかもよ。うん。ただ、ランチの食べる場所と時間だけちょっと考えた方がいい。これ、ランチっていうか、もう1時から待ち合わせだから、うん、ランチはしないかもしれないけど、ワッフルとかバブルティーとか、ちょっと可愛い彼女が上がるやつを、途中に食い込めたらいいなと思うから。で、それはモールの中よりも、モールから出て、
有名な、なんか、あるんだよね。いくつか有名なバブルティーのお店をチェックした方がいいと思うけど、今一番ホットなバブルティーのお店とか、ワッフル屋さんとか、ちょっとシャレオツなカフェあたりで、なんか、ティーブレイク入れた方がいいと思うよ。いいね。いいでしょ? そんな感じで今日のデート楽しんできてくださいね。それでは、とりあえずこっちはもうあっという間に10分経っちゃったんで、こちらのチューブライブを閉じたいと思います。ここまで聞いてくださった皆様どうもありがとう。そして、よいしょ。私に質問してくれた友吉くん、どうもありがとう。ありがとう。デート頑張ってね。それでは、I hope see あり you がと soon. I'm gonna shut off this broadcast. Thank you. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bye now.